Fuck you! Fuck you! Ай-яй-яй, не трогай, не трогай. Ну блин. О, сори. Я думал, ты не ты. My sweet Tiffany. I love you.画面の前の皆様、こんにちは。はみじりよしこでございます。いやー、ほんとね、変なことって起きますよね。私はね、ほんと、やっぱ生きるのに必死？必死ってのはあるからね。まあ、みんな生きるのに必死というか、人間追い込まれたら何をするかわからないみたいな、ゲームをね、ゲームの要素もはらんでるのがこの、まあ、13日の金曜日の経過だったよね。面白いことにね、ジェイソンだけじゃなくて人間ドラマ、人間と人間のぶつかり合いみたいなのも見れるのね。いや、あの他にもね、面白いようなね、あの絡みのやつ何個も撮れたんですよ。なのでね、今後もね、どしゅうじ動画にしていきたいかなと思いますね。基本的にね、あの乗り物はね、先着順なんで、それでね、殺し合いも起こるぐらいだから。生き残れば勝利だからみたいな。ジェイソンも顔真っ青的なね、うん、ところもあるんですけどね。そういったゲームです。ほら、H1G1 とかさ、でもそうじゃない、当初はさ、ゾンビよりも人間の方が怖いっていうね。っていうか、そもそもね、ゾンビ映画私大好きなんだけども、ゾンビドラマも好きなんだけど、まあ、ジョージ・エロメロとかもね、大好きだし、うん、やっぱりね、そのゾンビ映画の、まあ、元祖にして、まあ、最強のね、監督、ジョージ・エロメロが撮った最初のゾンビでもう全てが語られてるんですよ。あ、こんなとこにママーズハウスが来た。これね、あれなんですよ。お母さんの家なんですよ。来た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 。ここで服が取れるんだよね。ただ服取ると、おお、ジェイソンにバレるのね、これ。斧いただいとこう。行きまーす。大丈夫かな？あそこに逃げましょうか、左のところ。お、来た。OK。急げ急げ急げ、来るときすぐ来るから。あ、大丈夫っぽいね。なんかエロいな、この服にこのさ、ホットパンツ。なんだろう。なんかトレンディードラマとかで朝起きたら隣に女の子が寝てたみたいな、そんな感じのあれになってる。さて、さっきの話の続きなんだけども、ジョージ・エロメロがね、まあ、元祖にしてね、最初のゾンビで、もう全てを物語ってるんですよ、ゾンビという世界観をね。もうね、やっぱり怖いのは人間だっていう表現なのね、メッセージ性でいくとね、最初のゾンビでもね。うん、また、うまいことにそれがね、押し付けがましくないの。人間がそもそも、こう、なんか、悪い、そもそも悪いというか、これね、印象的なセリフがあるのね。大丈夫かね。
こうゾンビどもの死体をもう使って遊んだり、その半殺しにしたゾンビをぶっ殺して遊んだりしてる人間たちを見て、主人公の女性はぼーっとそれを放心状態で見ながら、あのゾンビと一緒みたいなことを言うのね。結局生きてる人間だって一緒なのねみたいな、やってることが変わらない、っていうことよ。だからゾンビは人間の肉を食ってる、しかし人間も豚の肉だって食うじゃないっていう話よ、まあね。だからね、最初にして本当にもうね、ジョージ・エ・ロメロはね、すべてのメッセージを伝えたと言っても過言じゃないの。まあそうやってね、ホラー映画でね、その世紀末的なね、感じ、終末的な感じね、世紀末って言ったらあのなんかちょっと胸に7つの傷が出てくるけど、まあ、終末的な感じの作品っていうのはそういうのが語られるね。やはり人間が怖いっていうね、私の好きな漫画のドラゴンヘッドでもそうですね。あ、こっちの方がいいな。人間が怖いということなんですよ。ウォーキングデッドね。ウォーキングデッドでもそうでしょ、ただ、それでも人間を信じたいっていう人々が出てくるわけ。面白いね。ほんとね。人間ってのはわかりません。ほんとにね。サイコパスを混じってるかもしんないから。なあ、サイコパス混じってるかもしんねえから。あれ、車動いてるやん、もう。ちょっと待って。そっちが来るで、引かれるぞ。引かれるぞ、その子。危ない、危ない、危ない、危ない。え、それ、私、乗れない感じかな。多分乗れないね、あれね。あれ、ツーシートドアだったよね。おそらく。もう一人乗って、あれで終わりですわ。まあそこでね、無理に行ってもいいんですよ。多分車の前に立ちはだかってもいいよ。いいけど、多分引かれる。引き殺される。私。どけどけ言われて引き殺されますね。っていうかね、13日金曜日、ずいぶん長いことやってんだけど、もう、こう人間が人間を引き殺してるところに何回もいますね。面白い。もう旗から見ててめっちゃ面白い。私も引かれたことあるけどね。あ、行ったな、ツーシート。脱出できたようだね。さて、私はどうしていこうかな。やっぱ警察に連絡が一番手っ取り早いんだけど、もう一個の車で脱出するっていうのはロマンあふれるよね。しかしこの服エロいな。ちょっと大きめのやっぱセーター、大きめのシャツみたいなのっていいよね。女性のファッションでさ、結構大きめのシャツをホットパンツみたいなのに合わせる人いるじゃん。で、街中歩いてんだけど、もう明らかにちょっともう下履いてないんじゃないかみたいなさ、印象さえ持つようなそのコーディネートあるじゃん。あれやばいね。やばいと思うよ。いいと思う。そっちやね。さて、大きめの屋敷の方行きましょうか。亀尻よしこでね。あ、そっちの方、こっちもなんかあるか。まだ探索してないな、こっちの方で。コメントでね、いろいろね、アドバイスありがとうございます。まあ例によってちょっと遅れたりするんでね、反映はね。やっぱこう、撮ってからね、編集してあげるまで時間かかるんだよね。意外とね、私編集してんで。今回意外と編集してたでしょ。意外と編集すんだよ、私。こう見ても。あ、よっと。で、ジェイソンの服着てたらどうなるかって言ったら、あ、ジェイソンママの服着てたらどうなるかと言ったら、これって、このセーターによって、Q ボタン、右のところに出てると思うけど、Q ボタンを押すとね、ジェイソンがひるむのね。で、ひるんだところをね、パカーンやった後、トミー・ジャビスがやってくれれば殺せんだけど、ジェイソン殺せますよ、やらないんですかってよくコメントで言われるんだけど、もうそんな簡単なことじゃないんだよね。めちゃめちゃ難しいから。難易度ウルトラ Q だから。ウルトラ Q ってなんだ、ウルトラ S 級やから。なあ、向こう側やばいね。女の悲鳴が聞こえてたね。ただこのガソリン入れたいんだけど、このね、はみじりよしこね、ちょっとリペア能力が薄くって、頭があんま良くないのね。っていうのもホラー映画のなんかこうお色気担当の女性って頭が悪い設定が多いからね。
まあ、それにちなんだ感じなんだと思うんだけど、さてちょっとフレアガン持ってきとこうか。さっき落としてた。徐々にガスタンク、ガソリンを向こうの方に運ぶっていう感じ、うん、でガソリンとあとは車のキーも必要だからね。おバッテリーあるやん。いいやん。そう、じゃあそれと2つ持って行って4シートの車を動かせますよ。これいけそうだね、ヒーローのトミーを。でこのね、あのジェイソンママの服を着てジェイソンをひるませるっていうのはね、映画で言うとあのリメイクでも語られてるし、リメイクの場合はね、あのジェイソンのママの若かりし頃に似た、主人公というか、主人公というのはあれなんだけども、女性が出てきてその人がひるませたりするのね。でもともとはね、このセーター着てみたいなのは着てるな、2ですね、基本的に。で2の時ってね、あの布袋かぶってるから、ジェイソンのあのホッケーマスクじゃないのね。やばいな、もうそこ大乱戦やん。だから仮面を剥いでどうとかっていう話じゃないの、本当は原作は。ちょっと待って、死体がある。大丈夫、もう見慣れてる。こんなブリッジした死体。頼んだぞ、男子頼んだよ。ちょっと男子止めといて、その体育会系、超体育会系の男を。こいつ、めっちゃ遅いから。本当はトミーに頼みたいとこなんだけど、トミーもね、今男子今頑張ってるから、私が頑張らなければならない。やば、間に合わないこれ。あ、間違った。いや、間に合わんわ。成功してても間に合わんわ。もう来てるわ。まず、無理。ちょっと男子、死なないでよ。もうちょっと命持ってよ、男子。ちょっ、危ねえ。あそこでもう男子二人もエビソリみたいになってるから、ちょっと男子知らないでよここでみたいなね。あのやっぱね、あの超体育会系のジェイソンにはなかなか勝てない。しかしここの扉はね、一発なんだよね。ほれ、危ない。ここでスタミナ回復。来てみろ。あー気持ちいい、この花火が気持ちいい。ちょっと待って、車動いてるよ。嘘でしょ、誰か入れてくれた。あ、ちょっと待って、フォーシート一人しか乗せないや、おい。マジか。これが人間の怖さよな。簡単にこう人をね見捨てていく。中には戻ってきてくれる人もいるんだけどね。もう止まる気配すらなかったね。こんなところに超美少女のさ女の子いたのにさ、突っ走ってたねゴールまで。あの男子マジか。これあとね、もう警察呼ぶぐらいしか脱出する手段ないですね。で残り2人か。マジか、行っちゃったな。これ警察呼ぶか、あと何分だろうこれ。あの20分生き延びればいいんだけど、あと6、7分ぐらい、もう逃げ回る。とにかくいや、ベッドの中でずっとね、あの隠密で見つからない方法もあるんですよ、実はね。あの適当なところのベッドとかロッカーに隠れとけば、タンスとかに隠れとけば、ずーっと見つからないまま最後は時間切れで終わることあるんだけど、いや動画的にどうなのってなるのね私、うん、動画的にちょっと見せ場が何もないじゃないみたいな。だから私ね、殺人鬼とね死の追いかけっこをしていくよ。スリルを求めていくよ。そういう女だから、はみじりよしこは。もう一人が命長く続いてくれればいいけど、二人で行動した方がいいかもしれないな。絶対絶命やな。あれ、え、私一人やん、うん、マジか。
あ、フレアガン、フレアガン。あー、もうこうなったら木も据えるしかない。よーし、頑張るぞ。これ見てください、このセクシーセクシーな美少女ベルグラの体を舐め回すように皆さん見てください。必ずこの体生きて生きて親元に返す。あー、まずはマップ把握して、こうどうね、家から家へ繋いでいくかをね計算した方がいいね。でこっち側に行けば行くほどね、あの家って心細くなっていくから、ちょっと後ろ、ちょっと待って待って待って、いるいるいる、向こう側のキャンプいるわ。あのでかい家側の左の方はね、どんどんね家の範囲が狭くなっていって、室内のね、2LDK1LDK1K1ルームみたいな感じでワンルーム倉庫みたいな感じで、どんどんねどんどん小さくなっていくんですよ。で最終的にでかい家に到達するんだけど、でかい家言うほど強くないんだよね。ドアも一発で壊されるし、来たな来たな。よし、迎え撃つ、迎え撃ったる、このセクシーモデル歩きの私美少女ベルクラが迎え撃つ。これ破けてる感じもいいよね。どっち側の窓、全部窓割られる前に出た方がいいかもしれない。これこういうの大切なのに、ね、とりあえずね窓全部残してるまま割られるまで待ってるっていうのはあんまりよろしくないのよね。適当なところで切り上げると殺人鬼も、ああもう向こう行っちゃったな、ちょっと窓割ってる場合じゃねえなってなって、タイルをね全部立つ前にねこう移動することができるんだよね。後々に響いてくるんだよそういうのは。ただのバカ女じゃないってところを見せつけてあげるから。ちょ、なんだこれ、なんだこれ頼む頼む頼むぜ。いざとなったら私Qボタンがあるからね。しかし残り何分か分かんないのがこれ怖いとこだよね。だからこのセーターもいつ使うかってとこだよね。っていうかもう最後の最後でもう使うしかないよね。もう本当にやばい時、捕まった時とかね。カッターナイフがない分、もう かかってんのは、保険かかってんのこのセーターしかないよね。精神用保険のね、セーターだからっていうね。やっと喉の調子もだいぶ戻ってきましたから。で、私のね、13日金曜日の動画は楽しいと、面白いと、もう見てますって言ってる方がね、増えてきてくれてね、ありがたい限りです。私の動画が好きって結構あなたはねマイノリティだと思うよ、そこのあなたそこまで私そのなんだろう、こうメジャーな感じじゃないからね、もうなんか知る人ぞ知るみたいな、ちょっと趣味趣向がねあんまり私受け入れられないタイプなんで、他人にさ。だから私の動画をお気に入りにしてくれてる人はねなかなか変わってると思うよ。ありがとう。でも感謝してる。本当。こんな動画でもね、見てくれてね、嬉しい。あそこに、いやー、ヒューズね。下手したら、持って死んでる人がいる可能性あるんで、森の中で。アイテム持ったまま死ぬとね、わかんなくなるんだよね。どこにあるのか。あと何分なんだろう、これ。どうしようか。とりあえず音楽鳴るまでここで待機しとくか。怖いね、怖いな怖いななんて思ってるとね、すぐバーンって現れるから。あー、ちょっと歯みじり、歯みじりよしこの新しい服いっぱい欲しいな。でもね服ってね色違いばっかりなんですよ。なんか DLC 来た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 、よしよし、あと2分、あと2分、頭勝ち割るか、頭勝ち割るか、一発勝ち割っとくか。ここはどこ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 どっから来る、こっちまでじゃない、
気配消したな。そんなもの分かっている。私にはお前の気配が分かる。私も気配を殺しているからな。気配を殺した者同士、殺し合おうじゃないが、を舐めるなよ私を。こっちか、やったるぞ。おい決めろ。絶対来る。ランニング、お疲れさん。よしよし、頭かち割ってやったわい。倒れ込んだなやつ。今のうちにですよ、音楽を鳴らしごまかしてね、足音をごまかして脱出、そして右の部屋に行く。キョ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 からのダイブ。オッケー、いいね、美しいね。戦う女性は美しいぞ。さらに隣に移るかも。今余力があるうちに、あの隣に移っていきましょうか。よし、あいつ倒れたまま、なんか見失ったっぽいぞ。キョ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 、ナイスだ。いや、おかげさまでね、ちょいちょい急上昇ランキングに入るんですよ、私のあの13日金曜日が。ちょっと天変地異でもおごるんじゃないか。あんまり話題に上らない私の動画だいぶ壊されてる。よしよし。思わず万歳してしまった私。よし、よかった。That's my good boy. Mommy has a reward for you. いやー、恐ろしい話でしたね。人間のね、怖さはね、こんなもんじゃないです。まだまだいろんな動画があります。ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。いつも高評価コメントありがとうございます。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。